どうも皆さん、今回もバレずに生きるの続きをやっていきたいと思います。ここから逃げ出さなきゃ。何したんだ。無断外出禁止、窓には鉄格子、何してこんな危ないところに閉じ込められたんだ。でも一番危ないのは後ろのお兄さん、ロープで拘束しようとしてる。このお兄さんの職業が縄師と思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。なに、清掃員の服とうんち変装だ。スパイのごとく変装で脱出だ。ダメ、俺は異常なんかじゃないんだ。縄でぐるぐる巻きにされてる。やはりこの男の職業縄師だ。じゃあうんちしかないけど、うんち投げつけて逃げるつもり？正解、うんこに気を取られてる隙にその場でするのね。相当うんち臭いんだな。お兄さん涙目。このままじゃ殺されちゃう。通り魔に遭遇してる。包丁持って血だらけ。もう誰かやっちゃってるね。このままじゃお姉さんやられてしまう。防犯ブザーとパンツ？パンツの使い道が全くわからないから防犯ブザーで。ダメ、命だけはお助け。ブザー破壊されてる。てかそもそも取られるな。犯人目いっちゃってるしね。じゃあパンツにしようか。パンツあげたからって許してもらえないだろう。お股がスースーするけど命は助かった。許してもらえた。パンツ投げつけてる。犯人大満足。そもそもこの男の狙いはパンツ？連続パンツ恐喝事件だ。妻に疑われている。回避せよ。浮気疑われてるな。もう角生えちゃってるからかなり怒ってんね。スマホ2台と男の人の写真。フェイクの携帯でごまかそう。ダメ、スマホバッキバキになった。2台とも着信なってるってことは二刀流で浮気したな。わお。じゃあ男の写真なんだろうけど、あなた誰？妻のそばで浮気メール。背徳感とスリルも最高だ。この男の人が浮気相手？そういうことね。でも早く会いたいよとかのやり取りしてんだろ。いやでもいけそうだな。バレそうにないな。バレないように美味しい料理を出して。絶賛嫁姑問題発生中。義理のお母さんの前でまずい料理出したらやっぱり何か言われんのか。聞き流せばいいんじゃねえの。冷凍餃子とお惣菜、どっちも人の手。他力本願女発見。冷凍餃子美味しいから冷凍餃子にしてみよう。ダメ、冷凍餃子をうまく焼けなかったみたい。生焼けで中身が冷たくてすぐバレた。焼くだけなのにうまくできないの。しかも3つ、小動物のご飯の量。おばあちゃんの味噌汁の吹き方ギャグ漫画。じゃあ最近の惣菜のレベルは高いんで惣菜で。実はこれスーパーのお惣菜なんだけどね。グルメ気取っとるけどバカジタじゃん。性格悪、もう悪魔になってるし。この2人が仲良くなることは絶対にないな。もう休ませて。また嫁姑問題。またこのおばあちゃんも登場。今度は次男だ。次男の嫁だこれはきっと。ルンバとコラ。こういう時は自動お掃除ロボットルンバの登場だ。ダメ、お母さんに最新技術は伝わらなかったみたい。嫌なお母さん、性格悪いな。昔ながらのやり方でしか認めないのね。じゃあコラって言って逆ギレだ。私は大姑に可愛がられているんだよね。ラッキー、ラスボス出てきた。この縦社会じゃお母さんも逆らえないよな。やば、自己 PR 覚えられないよ。絵に描いたような社長登場。面接してんのかな。自己 PR なんてそもそもあんまりないんだからさ、適当に嘘言ってればいいんだよ。ハンカチにメモ書きか手にメモ書き。昔ながらのオーソドックスは手にメモ書きなんだろうけど、まあ、汗かいたりして消えたら見えないからハンカチに書こう。ハンカチならポッケに隠せるし便利。ハンカチずっと持って話すのもなんか怪しくない？新しいハニーからの電話に出たい。
ハニーとか言うな。これ昭和のおっさんか。嫁包丁持ってスタンバイしてんぞ。いつ事件が起こってもおかしくない状態。韓国ドラマとスマホ、なんでこれ起こってんだ。嫁を韓流ドラマに夢中にさせて、その隙に連絡取ろう。ダメ、余計電話に出れない。密着状態、嫁の目がハート、メロメロ状態。ハニーは電話越しでガチ切れ。じゃあスマホで、母さんの説教は長いから、その間にハニーと電話しよっと。また嫁姑問題。制作者嫁姑問題でトラウマあんだろう。こんな手を使うなんて、この男は孤独なやつです。それじゃ足りないよ、ご飯の量が少ない。お前太りすぎだからちょうどいいんじゃねえの。痩せろ痩せろ。虫、フライにされてない？お UFO、 UFO 気になるから UFO にしてみるか。あ、UFO だなんて通用しない。大人に通用するか。小学生までにしか通用しねえぞその嘘は。じゃあフライにされてる虫で、もぐもぐ、揚げ物最高。お母さん大絶叫、ジンマシンまで出てる。虫さんもなんかエール送ってない？お前はそんなに食うな。 T シャツの袖足んねえじゃん。チョジョの血を飲ませろ。チョジョ専門吸血鬼なのか。チョジョの血は特別な効果でもあんの？とかもうちょっと上手に隠れろ。神父から丸見えじゃん。輸血パックとハロウィンパーティー。輸血パックの中に血入ってるからもうそれでいいんじゃねえの。ある意味献血なのに、この子の血を吸ってついでに献血するわけね。十字架とニンニク、神父滅殺する気満々。じゃあハロウィンか。レッツハロウィン、ガブ。ハロウィンに紛れるのね。仮装と思わせるわけか。血ダラダラ出てる、大丈夫？神父、気づいてやれよ。あの女絶対許さないんだから。何があったんだ？男寝取られたのか？女同士のいがみ合いより怖いものなんてないんだけど。サクランボとドリアン、ドリアンの臭さで嫌がらせしよう。ドリアンの匂いで死ぬっていうのは嘘だったんかい。臭くないの？ドリアンって臭いんじゃないっけ。この女性にはいい匂いだったのかもしれないな。じゃあサクランボで、ご褒美なだけのような気がするけどな。サクランボの種は数個でもすりつぶして食べると危険。しかも無味無臭。あいつのサンドイッチに混ぜてやったんだ。そうなの？初耳学なんだけど。でも女同士のいがみ合いってやっぱ怖いよね。ゲーム所の中でも殺そうとするからさ。巻き込まれないように気をつけような、みんな。幼稚園にアメちゃん持っていきたいよ。子供ならではだね。持ってっても先生に没収されるとかオチだけど。ポケットとヘアゴム、普通にポケットに入れていけばいいかと思うから、ポケットで。怒られた。そりゃそうだ、ちょっと工夫足りなかったな。じゃあヘアゴムで。アメちゃん持ってるよ。アメを髪の毛に仕込んでる。おしゃれにちょっとなってる。斬新な発想。腰の純子の後取り間違いなし。僕たちカップルだからチューしたいな。混ぜてんね。幼稚園生だろうけど性の目覚めが早い。先生が怪しいんで見張ってんぞ。絵本とドレス、本で隠してこそっとチューだ。本で隠してつもりだったのにバレてる。先生の主導で本真っ二つ。バキか。じゃあドレスで。お遊戯会の練習だからバレないもん。やり方うまい。これなら自然にできるな。でもどうせ意味もなく同じ場面の練習とかしそうだな。さすがにでもそうしたらバレそうだよね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。またねー。